青木王様に話しておきたいこと。何それ。どうしたんですか、最後の最後の。特別バージョンです。時間も違うんですけれどもね、うん、バービーさんが青木治に話しておきたいこと、うん、あ、そうなんですか、はい、いつもは絞りたてバービージュースをやってるんですけど、はいはい、今日はもう青木さん最後ですよ。え、そんなこと打ち合わせで何も言ってなかったじゃん。そんな、はい、うまいこと交わしました。感づくかなと思ったんですけど、しれっと通り過ぎまして、うん、みんなで必死にディレクター打ち合わせの時に、はい、あ、で今日は特別で時間ずれます、はい、でその後なんですけどってすごい頑張って、いや俺一回聞こうと思ったんだよ、バービーさん今日コラム何話すのって聞こうと思ったんだけど、はい、すっごいみんなそわ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 しました。あ、そうなんだ。はい、僕に話しておきたいこと、はい、もう最後なのでね、私は今日は手紙を書きました。本当ですか。なんか叱られるわけじゃないですよ、僕はね。それはどうかはわからないんですが、三つ折りの手紙をね、バービーさんが今日青木さんに。本当ですか、うん、もう最後じゃないですか、はいはいはい、ちょっと月曜日にお引越しってことなので、はいはい、ちょっと私追い出されていくんですけど、読ませていただきます、はいはい、お願いします。青木治さんへ、うん、悪魔超人コンビと言われ始まった火曜日。実はこの番組でご一緒するまで存じ上げませんでした。はいはい、そうなんだ。自分も悪魔超人コンビと言われていることは棚にあげ、うん、悪魔のような人なのかと、うん、ゆるふわタレント代表の私としては正直ビビっておりました。はあ、でも最初に化粧水を顔につけた時から確信していました。はい、みんながビビるような悪魔超人ではないと。はい、青木さんさ、うん、大人って全て否定してくるものって私思ってたんだ、うん、過去私も来年40の大人ですが、ですね、もう十分大人でしょう。ワービーさん、大人って有無を噂ず可能性を奪うもの、うん、思考停止でチャレンジしない人、うん、昔からそうなんだからそうしなさい、できないものはできないの、普通にしておきなさい、こんなこと言うのが大人なのかなって思ってたんです。うん、大人とは年齢ではありません。そういう意味で言うと青木さんは大人ではありません。子供か、中学生です。なんでやっちゃいけないんだというものを追求し続け、うん、西川さんがブラの話をしたら固まる思春期真っ只中の中学生です。ああ、かくいう私も常識知らずの中学生、西川さんもカルチャーに詳しい中学生、中学校の放課後みたいな火曜日が大好きでした。ちなみに女性犯罪者の心理について興味があった私は、当時平成の毒婦と呼ばれていた木島かなえ被告からラブコールを受けていたジャーナリストが青木さんと分かった時は一番テンションが上がりました。その時だった。青木さんの魅力は無限大ですね。武田砂鉄さんは私にとってラジオの父です。となると砂鉄さんの師匠みたいな青木さんはラジオの祖父になるところですが、ラジオのマブとさせてください。敬愛を込めて、じゃあね。封筒なしですが、すいません。本当に今、ね、どうぞお納めください。すごい、本当にちゃんと、でもこう手書きじゃない、誰かが考えた。ちょっと待ってください。私があのスマホで書いたやつをプリントアウトしたっていう感じになりますけど、マブっていうのはあれですか、あのいわゆる、不良用語のマブですか。友達友達。これ不良だって、これだってあれでしょ、昔のスケバンしか言わないような、はい、そうですね、私の中では友達のことマブと呼んでます。そうなんですか。はい、わかりました、ありがとうございます。大木さん、今のお手紙受けて中学生なのかなと思って。中学生なのかな、だから いろいろ言われて、本当は言っちゃいけないこととかを言っている、そう、やっちゃいけないことをやってるっていうね。そうですね、っていうのもなんかね、こう普通だったら大人だったらもう少し飲み込んでおけよって思うことも、こいつは平気で言ってると。飲み込まない、飲み込まないと。はい、まあ、飲み込んだら僕の仕事できないからね。やっぱりラジオってね、その、あの放課後みたいな時間だっておっしゃってたんですけど、うんうんうん、なん
か独特なんですよね、うん、必ず同じ時間同じ曜日に集合して、はい、いろいろこうゆるく放送時間以外のところもなんかくだらないことをおしゃべりしたりとか、うん、そうですね、結構ね共演者が変わるっていうのはねそれなりに大きいことなのかなと思いますけど、うん、そうですよね、ただバビさんご自身をゆるふわタレントっておっしゃいますけど確かにそこちょっと気になるでしょう。ゆるふわじゃないよね。どっちかって、いやいや、どっちかっていうと。ナイフを持たない生活を。どっちかっていうと、かなり、こう、先鋭的な、こうか、しっかりとした、かなりしっかりとした思想を持って、いや僕と同じように、こう、黙って、じゃあいればいいのに飲み込めないタイプですよね。いえ私はあのアットホームで有名な渡辺エンターテインメント所属のタレントですそうですか。いやでもなんか今後とも本当にあの曜日は違いますけれど、そうですね、曜日は違えど、またジェンダーの話とかその他僕も非常に共感してたので、今後もガンガンと攻めていってください、はい、で僕じゃなくて今度だから大島さんに、そうですね、彼はだけど化粧水つけてるよね、あれね、はい、非常にあのお話合いそうですそこは、ね、そ青木さんがやってないこと全部やってるんですよねって言ってちょっと不安がってましたけど、あ、そうですか、あのネイルとかね、うんうん、化粧とかネイル、うん、あそこまで言ってたらもういろいろと話が合いますね合いますねネイルって何すんの、磨くの、いやジェルネイル硬化させるんですよ、光を当てて、へえ、そこまでそれどうすんだ、それでどうすん、爪が強くなる本当、はい、そういうようなこともやってられるんですね、なんか全然しんみりしないな、しんみりするコーナーだと思ってたのにみんな、いやだってしんみりする、まあ、ありがとうございます、でもこれ手紙がそもそもしんみりする手紙じゃないもんねおかしいな、あれここ今もう全員大号泣の予定だったんですけど ね、 そういうシーンですよね、今日私もあのサプライズがうまくいくかドキドキしながらここまで過ごしたんですけ ど、 どそうかサプライズ、そうか、一応やっと、はい、やっと本当に今気づきましたもん、絞りたてバービージュースのとこで僕そのバービーさんがそのこうな声を発する時も僕ほとんど油断してたからね、はい、何話すんだこいつは今日はよみたいな感じでずっと来たからさ一番力を入れたのはがなりですね、青木様に話しておきたことちょっと似てません、ちょっと似てた似てた、でも俺の真似ができるってことは武田砂鉄の真似もできるからねそうですね、基本同じ声だからね確かに、うん、はい、そうですか、いや本当ありがとうございました、またねすぐこう、うん、シャッフルとかすると思うので、はい、そしたらまただから次保湿クリームとかまで行きたいですね、そうですね、ネイルいいかもしれないですね、ネイルをして差し上げる、ネイル何がネイルだよ絞りたてバービージュースこのコラムはポッドキャストや YouTube でもお聞きいただけます、文化放送のホームページにあるポッドキャスト QR おいでよクリエイティブの YouTube チャンネル、これあの過去のものも聞くことができますので、うん、今日ねあの化粧水の回とか聞いてみたらいかがでしょうか、西川さん、はい、カルチャー詳しいの、漫画とかね本とかそういう野球もそうだし、はい、野球もカルチャーだ、はい、お知らせの後は桂宮治の座布団5です